今ならさすがに勝てんじゃねえか。さあやりようか。まず脅威になるやつから落としていく。弓使い、魔法使い、あとは戦士で、魔法使いをクユユが、クユユが一番素早さ高いから、こいつが先手で、弓使いに先手取られたけど、OK。んで、魔法使いに先手取れば OK。この二人が脅威だから、こいつらを落とす。で、あとはよくわからない。雑魚戦で出てこなかったから、英雄はスパーク打ってくるのか。あ、でもそんなもんか。じゃあまあ、弓使い鬱陶しいから落としちゃって、OKOKOK、落ちるね。で、一回回復に入った方がいいかな。で、まあ、魔王も鬱陶しいから落とすか。HP が低いの分かってるやつだから落としていって、前のあの2人は HP すげえ高いかもしれないから、ちょっと未知数なんで一旦置いといて、魔王を倒して、これで次魔王落ちるはずだから、で、クユータンは定期的に HP を回復しつつ、OKOKOK。レベルさえ上がっちまえばこっちのもんなんだよ。どうした？さっきまでの椅子、ああなるほどね、ガードしてるのかこいつは。まあでもどうなんだ、まあ英雄から落とすのかな。あ、身守ってるわ、すげえ。ナイス会心、ナイス会心。あ、やべえ、こいつ。まあでも会心2連打入ったからもうちょっとなんじゃない HP。 畳みかけろ、畳みかけろ。なんかめっちゃやべえ、主人公個性あんのかお前にも。あー、ちょっと待ってください、全部上がんの。なんか俺の主人公補正と違くないお前。これゴミなんだよ。これさ、もしかしてさ、あの相性が悪かっただけ説ないか。あの魔法使いだったから使った相手が、なんか炎耐性が、お効いてる、効いてるんじゃね。これとか強いってことあるな。ただちょっと待ってください、敵が強くなってきて、ただ主人公補正俺も打てる。ちょ、一回お前甘えてくれねえか。甘えてくれねえ、甘えてくれねえな。くっそ、これやっぱ右から落とすべきだったんじゃねえのか。まあ、でもあいつ、あ、なんか身を守ってるだけで何もして、これなんでそっちに攻撃してる、間違えてんじゃねえ。あ、 TP が溜まりましたよ皆さん。こういうこと、あ、なるほど、全体なんだ。でもヒールゾーン一緒ってて、でこれで基礎攻撃力が上がりまくった。これの何連続か分かんないけど、しかも会心率がすげえ高いんだよねこいつ。オッケー、こんなもんよ。レベルアップちゃんとすればな。いかにあまりにも普通の RPG といえど、そこはやっぱりちゃんと一般的だからね。ちゃんとレベル上げさえすれば勝てるように設計はされているんだから、そうじゃないとゲームとして成り立たねえんだからよ。そこはちゃんとしてるわけよ。そして主人公補正が乗った。あー、クユユの凄さがわからないまま終わってしまったけど、まあ経験値がすごいありがてえ。一何だったの約束って。何にも知らされてなかったけどな俺な。で、なんで学校、俺たち、え、学生だったの。トロッコを呼ぶ部屋はもういらねえんだよ。あんま大人怒らせんじゃねえぞてめえこの野郎。まあ大人っていうかもう俺王様だけどな。俺一応王様だけどな。あんま王様怒らせんじゃねえぞ。強くなった俺たちなら、おー、しゃしいぞ。ダメージが普通に取ってるって、まあ、敵のダメージもすげえ相変わらず。だがこれなら回復が間に合うんじゃねえかおい。どうしたどうした、そんなもんか。うん、強いね相変わらずの強さだ。だがこれならワンチャンあるんじゃねえか。こっちのダメージも結構通ってるぞ、しっかり。毎回245ダメージ。いいダメージが通っている。そして TP がたまるのは分かってるよな。TP がたまった時がお前の最後だ。ただあれ強いのかよく分かんねえな。あれ結局強いのかよく分かんないんだけどさ。まあ強いか？うん。まあ強いか。何連続攻撃か分かんねえからな、あれな。数えてねえけど。16連続攻撃ぐらいしてるよね、多分ね。で、結構会心乗るから、これな、使ってみようか。こっちよりもクユータンの技の方が使いたいんだけどな、TP 技。さあ、どうだ。会心が結構やっぱと入るから、うん、まあやっぱ強いな、うん。やっぱこうやって見ると強いな。今のもなんか400ダメージぐらいか500ダメージぐらい与えてるよね。
で、くゆゆたんの、もうなぜかたんとつけたくなる。なんなんだろう、このお気持ちは。くゆゆっていう、その、なんか、名前の響きがさ、なぜかたんをつけたくなるんで、もう自分で自分がわからないんだけどさ、不思議なんだけどさ。で、これ強くなったくゆゆたんのダメージがそうでもない。兵士の普通の攻撃とあんま変わらないと。だったらこれでいいよね。ってなっちゃうんだよな。だから主人公補正って言うけど、別に大した補正ではない。まあだけど、これ使って、ヒールゾーン使って。だけど、だいぶ延命できてるし、だいぶダメージももう与えたると思うけどな。これでもまだ倒せないか。ここ畳みかけろ。いけ !1 枚おっしゃーやっと倒したー。なんか覚えた。特に何もないんだ。なんか言えよ。ゼプロスティール。全体攻撃をついに覚えたんだけど、80っていう破格の MP 消費量。え、魔王いる。え、もしかしてここラスボス戦。え、でもお前雑魚戦でよく出てきたよね。魔王を拾った。仲間になる。うん、だったらまあ早めに来て正解だったな。あの魔王もね、育成していかないといけないからね。ちゃんとな、魔王な、こいつな、ちゃんと育ててな。育てて、俺たちは一体誰を倒す旅、俺たちは何の旅に出ているんだろうな。マヨネーズ味の聖剣、え、お前聖剣装備できんの。マヨネーズ、マヨネーズ味のっていうか、もうマヨネーズなんだそれ、聖剣じゃなくて。先世紀に一人の逸材。本当に逸材じゃねえかこっちは。よ、まあ、魔王だもんな、そらな。魔王様だもんな。なんかステータスもなんかレベル1じゃ思えない強さだったしな。こいつをじゃあ育てろってこと。こいつ育てればさ、あのなんか生き散らかしてたドラゴンだ、あいつにも勝てるんじゃねえかおい。で、気をつけろ。あの、これ道中、あ、そうだ、魔王様を倒して魔王様を育てよう。この道中の雑魚敵を倒してな。おい、やるじゃねえか魔王様、レベル1でその強さ。てか、レベル次いくつ ?47 か。で、気をつけてね、ここね。あの、何度も往復してて気づいたんだけどさ、あの、落ちる穴がさ、あったじゃん。あの、でっけえところだけじゃなくて、こういうひびみたいな。このひび、このひびわかる、これもさ、落ちるのよ。あの、これは落ちねえだろうなと思ってたらさ、あれも落ちるんだよね。結構シビアっていうか。で、ここで回復して、こっからまたさ、すげえ敵強くなりそうだな。その前に魔王様、仲間にしようって正解だったな。これで、こっから先は未知数だからね。あとなんか左にいるスライムとかも、なにこれ、なにこれ。お前ら浮かないの？いや、空に浮かない、船じゃん、じゃあ実質こいつら。めちゃくちゃ空飛びそうな見た目してんのに、お前船だし、これ船だとして、ここで行き来して何があんの？この空間をさ、行ってお前らの存在価値は何なの？神。ね、魔王の次は神が出てきたよ。俺たちは一体な、誰を倒すための、一体俺のラス、なんだこれは。本当になんかもう覚えてる技も魔王様じゃねえかこいつ。ディストピア、もうすごいもんエフェクトな。始まったようだな。おい、ちょっと待って、これ、え、魔王様レベル上げ、しかも今のやつめっちゃ経験値くれたし、え、これ魔王様レベル上げしてたら無敵になる。あー、びっくりした。イベントが始まったかと思ったら、ここね、俺ね、右行きゃいいの？今のいるか。あ、んで、あ、なんかいける、なんかいけるよ。なんかいけるけど嫌な予感しかし、神。だ、なんなんだこの神はよ。でもディストピアで一撃なんだよね。普通に美味しくないこれ。しかもついに先手取れるようになったし、魔王様のレベル上がって。これな、ノーリスクでさ、ガンガンレベル上がる。え、やべえ。ここで魔王様のレベル、神様狩りしてさ、ここで魔王様のレベル上げまくったら、めちゃくちゃ強くなれるじゃねえか。しかもさ、結局さ、あのなんかよくわからないスライムの場所行けないっていう。あれ左側にあったよな、あれな。左側行けなかったよな。あれ結局何だったんだ。てか MP 消費量が激しい。やべえ。もう MP つきそう。魔王様。あの、一回ちょっとやべえ止まれてるな。あんなにさ、すげえ、あの、あ、いっぱいいるわ。あんなにいたのにいなくなったと思ったら、とんでもない数が現れた、急に。500円か、ここは？ここも500円か。トロッコ呼ぶ部屋もいらねえっつってんだろ。あれ意味あんのかマジで。こんなんよね、何もね。だから俺いっぱいいても結局全員500円だから関係ない。ハイヒールのショー。はいだよ、はい。
ハイヒーローやっぱクユータンじゃない？そこはやっぱり。てかもうどう考えてもクユータンがさ、これ僧侶扱いなんだよね。こうだろ。いやまあこうか、さすがに。まあまだ魔王様育ちきってないからこうか。でお前らは全部500ユーなんだよね。だったら分身する、分ける意味なくない？でお前なんか危なそうだから最後に話しかける。宝箱、あ。しかもクソ強えじゃねえかこいつ。何これ、お前一番弱えじゃねえかクユータン結局。で、あとここな。うーわーこれ意味ねえのに1000ゴールドもすんのかよ。え、これめっちゃいいの売ってる。やべ、てかマヨネーズ味の聖剣売ってる。ちょっとね、マヨネーズ味の聖剣を買うべきだよな。これ2個買おう。とりあえずもうこの世界防具が売ってないので、安っ、お前らの装備、初期装備で。あとなんかこの神速の指輪とかさ、魔導の指輪、再生の指輪とか、これ欲しい。あマイナス500って何？お前ら何を装備してる？何も装備してないよな。最速になる代わりになんかものすごいデバフが見えたけどな、今な。マイナス500ってなんだ？それで最速になる意味ねえだろ。重要なことを教えてくれる老人、わしが重要なことを教えよう。魔王はどこにいるだろう、俺たちの後ろによ。はるか南の魔界へとつながる大穴がある。大穴に入ったものはあんまり帰ってこらないと。あんまりなんだ。あ、まじゃあ多少は帰ってこれるんだね。魔王がいるとすればそこじゃろうな。お金が稼げる場所、お金なら北にある雪の大陸がおすすめじゃ。そこに出る魔物はお金をたくさん落ちる。それに見合った強さも持っておるがの。いい装備を落とすやつがいる。南西にあるね、ドラゴン、あ、南西のドラゴン、あいつ武器落とすんだ。ドラゴンだけあってもちろん強いから行くときは覚悟を決めて。でも今の俺たちならワンチャンあるんじゃね。まあ、とりあえずお金が欲しくなったら北だっけ。お金が欲しいときは北で、ドラゴンはワープでいけるから装備を整えたいときはドラゴンね。まあ、まずはじゃあドラゴンかお金か。お金かな、ちょっと北が気になるな。一回ちょっとここだとちょっとあれだな、500ユーだから回復もできねえな。一回外出てみるか。てか思ったよりも本格的な RPG。 あんなになんかボケ倒してたのに、あの最初の感じからは想像もできない。意外と作り込まれてるっていうね。もう嬉しいのか嬉しくないのかよくわからない感情に。あ、な、なに、ポイズン戦士新しいのあるんだよ。まあとりあえず魔王様がうちの魔王様がとりあえず魔法使っちゃえばもう終わりなんで、すいません、なんかいろいろやってるとこ悪いんですけど、あんま強くねえな宝箱。このディストピアでまあ終わりなんで。強すぎないか。てか宝箱あんま強くなかったな。 HP、 あ、でも HP の伸びすごいんだ。レベル1上がっただけでこれだもんな。HP バカなんだ。防御力めっちゃ高い。あ、なるほどね。タンク役か。わかりやすいタンク役だな。擬態。宝箱のふりをして敵の注意を引く。行動できなくなるけど、防御力と魔法防御力が上昇する。ちゃんとなんか RPG してるわ。味方全体回復。もうちゃんと RPG してる。こいつの使い方とかもさ、しっかりしてるし。でこいつで、ね、タンク役して、で、こいつはしかも、ダメージ受けて TP が溜まったら回復役にも回れるよ、みたいな。ちゃんと役割があるもん。なんか適当に作られてない。意外とちゃんと作られてる。だからこれはバカゲーの皮をかぶったバカゲーだな。おい、なんだこれ。だから即死やめてもらっていいかな。ああ、もうここからなんだ。まあ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 いいでしょう。1戦闘分消えただけなんでね。ここはダメと。で、あ、やだや、 なんで左寄ってんのお前ら。でこれ防御すればいいんだよな。結局魔王様のディストピアで全部終わりなんで、で魔王様の素早さがちょっと足りないから、そこだね。もっか課題は魔王様の、めちゃめちゃ処理落ちしたけど今。魔王様の素早ささえ速くなっちゃえば、もう俺たちのウィークポイントなくなるんで、そうなっちゃえばね。でここでセーブちゃんとしとこう。で、え、妖精がいる。え、めっちゃ安い。二遊。二遊しかかからない。で、この左にいるこいつは敵。いや、してんのかよ、お前。なんか喋ろ。あ、だったら、二遊立ちしようぜ、お前。これで、擬態して。で、これ、ディストピアで終わりだから。で、クユータンが、
あこれなんか風とかさ属性一緒だからなんか効かなそうだよな。まあ防御かな一旦な。まあクユータンも結構後方支援系だから、あれ全然強くないじゃん。で擬態して宝箱の振りをした宝箱の振りっていうか宝箱だけどねお前ね、うん、お前名前ミミックに改名した方がよくねえか。強い、ただ落ちない、なかなかやるじゃねえか。一撃で落ちないだと、ならば全力で相手してやろう。まあ防御でいいかな。クユータンこれさ防御で TP がたまらないんだねこのゲームね。なるほど、お強い強い強い。シェノの証、これで今日から君もシェノだ。まあ4つ集めるってことかな。んであれこれがあるだけ、迷いの森星5。ちょっとねここだけだよね大陸、この大陸って他なんか行けるとこってないよね。ないよね、あないね。 OKOKOK。 じゃあどうやってさ、北のなんか説あのなんてね、こいつらは防御でこれを撃てばいいんだったな。そう、オッケーオッケーオッケー。北のなんかさ雪原地帯とか、あとなんだっけ、ドラゴンがいる、あまあドラゴンがいる場所はあれか、ワープで行けるからいいのか。なんかさてっきり船みたいなのが、船だか飛行船だか手に入るのかなと思ったんだけどな。ここでそれで一気になんかワールドマップいろんなところに行けるようになるから、ジジイがいろいろ説明しててってことかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないのか。まだなんか奥行きがありそうだな。こっからなんかじゃあまたワープがあってで北に行ける。四天王普通に出てくるじゃん敵としてこいつ大したことないの。しかも HP 量的に畳みかければ結構いけたよな。ワンタンキルあるか、かあの畳みかければ。あやべえそれ全体攻撃やばい。あーでもそんなもんなんだこれ。なんか畳みかけたら多分ワンタン、シェンの流しいっぱい手にあるじゃねえか3個どういうこと。でもパチモンだよな。なんかさっきさっき戦ったシェンの方が強くない。そのなんて言ったらいいの、その、うん、このシェンの雑魚敵として出てくるシェンのよりも、てかお前らさ多分これでワンパンだよな。さっきのやつと違ってさっきのなんかさちゃんとなんかなんて言ったらいいのかな、ワールドマップにそのグラフィックがある、そのなんか妖精のグラフィックの話しかけることができるあいつの四天王と、この雑魚戦で出てくる四天王 HP の量とか明らかに違うし経験値も違うよね。ちょっと説明の仕方が難しいんだけどさ、どっちも名前が四天王だから回復しておこう。で迷いの森っていうけどめちゃくちゃ右に行かされただけだったけど、でもなんか左上にも行けたんだよな途中でな。防御ディストピア防御と、こいつらもさまあめんどくさいっちゃめんどくさいけどレベル上げにはなるよな結構な。ただあれなんだよ、魔王がさ素早さが足りてないから先手が取れないから毎回これ食らうのがちょっとだるいけど、だからどっかのタイミングで魔王の素早さが敵の素早さを上回った時もう完全に処理とかすから、そうなると雑魚戦めちゃくちゃ美味しいってなるんだけどな。あこれあれだわ、ループしてるわ。でこれ下行くと戻るから結局そうだね、これループしてんだよな。だからここの上に行くんだ、結局ここ行くしかねえんだ。でこの先が、そしてまたレベル上がるし、これ左右左か。あでもなんか前の森って言うけど結局一本道なのかな、そのさっきのループゾーンを越えちゃえば。あ宝箱、どんどん俺たちの強さが、そしてトロッコ呼ぶはいらないけど、まあいい目印になるなこの宝箱が。なんかレベル上がってく割にはみんななんかもう新しい技あんま覚えなくなってきたな。魔王に至ってはなんか最初から一個も覚えてないし、新しい技一個ぐらい覚えてくれてもいいのに。一人の時はタコ殴り、ダメージを受けていないだと。宝箱くん待って、宝箱、あなんかついに覚えた。トレジャーカーニバル、味方全体を蘇生するあじゃあもうこいつ一人生きてればなんとかなるんだ。でこいつのステータスご覧ください、92鉄壁あただ魔法防御がちょっと低いからそこだな。ただこいつさえ耐えちゃえば
全員こいつが刺せる。もうゴミじゃねえかこいつ。敵にしたら最悪のキャラだぞ。トロッコを呼ぶ笛そういうことだったんだ。トロッコを呼ぶ笛で、これトロッコを呼ぶことができるから、これで、あ、ここだね、ここ、言ってたとこだ。ここで金を、ここ金稼ぎゾーンな。なにこれ、なにこれ、なにこれ、ちょっと一回怖いから、まずはあのワールドマップの敵の強さを確認しよう。ここの敵の強さによって、ん、あ、なんだおい、あ、舐めてんじゃん。ちょっと強いかなと思ったけど、ん、舐めて、ん、強いのかやべ、強いかもしれないぞ。ワンチャン強いぞ、気をつけろ。ワンチャン強い、ワンチャン強いから気をつけろ。ああやばい、強いか、強い、うん、強いぞこれ。いやこれ強いわ、やべえ、これやべえ、強い、ちょっと落ち着け、やべえ強い、やべえやべえ強い、ちょっと擬態しろ、擬態して、でディストピア打って、もう急に真剣になるから、やべえ強いわ、とんでもない強さだ。危な、危ねえ、ちょっと強すぎる。なんだこいつ、お前敵がむしろ擬態してんじゃねえかよおい、これ鶏に水かけてクソ強いじゃねえかこいつ、むしろ敵が擬態してる。こいつなんか全然弱くねえ、やべえ、実際はやべえ、なんか鶏のふりした、なんか魔王様、中身魔王様みたいな、魔王様は俺たちの味方にいるもん。ややこしいんだよ、どうなっとるんやこのゲームの世界観は。何があまりにも普通や、あまりにも常識からかけ離れとるわ。まだ強くないこいつ、どうなっとるんやこいつ、焼き鳥にするぞ。てかもうディストピア、もうだから MP なくなるまで撃ち続けるかもうこれ。これ沖ヒールゾーンか、もうこれ怖すぎて。あ、でも宝箱がマジでいい、めっちゃいいタンクやってる。こいつのなんか物理防御がバカ高いから、でこいつの HP どうなっとるマジで強すぎないか、いくらなんでもこれもうボスやんけ。なんやこの強さは。これなんかさ、 HP、 そのなんだ、お金のために今こいつを倒してるけど、これ経験値もこうなってくるとさ、経験値もこれちょっと楽しみになってこない。さあどうなんだ。1200の3500、超うめえ。経験値もまあまあ美味しいし、金だ。4200だと思う、とんでもねえ。てかさ、ごめん、これさ、このゲームさ、あの最初はさ、あまりにもさ、あのバカゲーのさ、バカに全振りした、なんだこのネタゲー RPG はと思っていたんだけど、クソ面白いなんだこの意外とバランス取れてる感じ、あのバカゲーの皮をかぶった普通に面白いゲームなんだよねこれね。あるんだよな、こういうのがな、こういうの紛れ込んでるからやめらんねえんだよバカゲー探しはよ。だからバカゲー RPG は面白いんだよな。中にはマジモンのバカゲーもあるけどよ。バカゲーっていうか、もうな、何もうもうなんかもう何っていうのあるけど、たまにたまにっていうかしょっちゅうなんならそっちのが多いけど、8割方それだけど残り2割でこういうのがあるわけ。これが面白い、たまんねえんだよな普通に面白いんだ RPG として。てかもう普通に RPG 作ろう、こういう人たちは。こういう作者さんたちは普通に RPG 作った方がいいと思うよ。あの別にさ、無理にさ、ボケなくても、無理にバカゲーしなくても、普通にそのまあネタゲーでよくない、ネタゲーっていうか、なんだろう、コンセプトがちょっと変わってる、別にボケなくてもいいから、普通の RPG でよくない。なんか知んねえけどさ、みんなボケたがるんだよな。まあでも俺としてはありがたいんだけどね、それバカゲー RPG をもう主に投稿してるチャンネルとしてはありがたいけど、まあていうか別に本音を言うと、俺も別にバカゲー以外もやりてえよ正直、ぶっちゃけると。ただなんかバカゲー RPG ばっかり投稿してきた手前、なんかもうあのチャンネルがなんかそういう色になっちゃったせいで、なんかもうあの普通のゲームとか、多分何これ普通のゲームとか投稿してもあんまりなんか見てもらえなくなりつつあるんだよね。本当はなんかドラクエとかやりてんだけど俺みたいな、本当は俺ドラクエとかやりたいんだけど、あこれがあるからさ、なあ、ちょっと褒めたらこれなんだわ。なんだ20回連続攻撃って急に、なあ、いきなりバランスさ、いきなりバランスを崩すのやめてもらっていいかな。あ、連続でやりだすんだそれを今度はね、あ、今までの全部無駄、今までの戦闘全部無駄。